それは、その、大丈夫ですよ。ああ見えて主人公ですし。本当？多分。さて、前金もらったし、ジャンプでも買ってくるか。見てなさいよ。大丈夫だ、心配すんな。お腹すいてある。そうね。あれ、お兄さん、この薄いウーロン茶でそんなに取っちゃうの？あら、怖い。すんませんした。何でもしますんで、許してください。そんな、ちょっと負けてくださいよ。なるほど、確かにゴミだわな。じゃあゴミ箱行きだろ。ジャンプ買いに行くか。侍が動くのに理屈なんていらねえぞ。誰でもいいだろ。あんたらを潰せって依頼でな。おめえら、ずいぶんとま、目の敵にされてんだな。諦めがいいじゃねえか。あんたの書いた筋書きとは違ったらしいな。あの酒場どうなるんです？うん？その金は受け取れねえ。前金も返すわ。
ゴミ一つねえ町ってな。ほら、どうも嫌いでね。やるじゃん。泥働きだったね。贅沢言ってらんねえけど、これ王道ファンタジーだよね。もっとそれらしい仕事ねえの？それらしいって。世界の危機を救うとか、チート能力に目覚めるとか、なんかあんだろうよ。そうね。魔物討伐。それらしいのが来ちゃいましたね。スキルをぶっ破するね。それでなんとかなるある。うん？魔物って大体暴れるよな。なんだ、話の都合なの？シャー！キャトラもツッコミなんだね。僕の存在意義が。ちょっと！魔物って理由もなく暴れる奴らなんですか？私の力見せてやるね。行くね、サダハル。カグラちゃん。うわあ、本当に魔物だ、モンスターだ。なあ、バッツァ、ちょっと気になることがあるんだが。どうしたんです、銀さん。俺たちこの世界で戦えんのか？魔物みたいな連中相手によ。え？ジャンプ買いに行くか。